瞳思わせぶりな仕草にそけなく焼けせみみみフラットテンプルでガソリンのみブラッ2ベリス2ベリス1ポーシュ2ベリス2ベリス1ポーシュもの何のかも裏の字犬くてろやもうスーパードルメール幼い頃の願いを今も抱きしめたまま喋るペラコンプチャリシャパー Tell me again. 赤と鳴らしてたピステピン。Oh yeah. 見つけたよ心が安らぐ my home, my home. Utah at home. 僕の部屋にお帰り。NCT 127。ユータのユータアットホーム。この番組は NCT 127のユータが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきます。さて。10月になりましたよ、皆さん。もう10月よ、みんな。10月といえば、僕ら NCT127 が、久々のね、カムバック。10月6日、皆さん拍手。パチ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 。まあ、あのね、季節の変わり目ということでね、皆さんもね、体調など崩してないでしょうか。カムバックに向けてね、もう僕らもね、すごく、忙しく過ごしております。忙しいんだけど、すごく、楽しく過ごしております。ほんとね、久々の僕らのね、パフォーマンスというか、新しい新曲なので、みんなにね、かっこいい姿をバッチリ見せれるように頑張ってますので、日本のね、ゆうたみのみんなも応援よろしくお願いします。それでは、今週の1曲目をお届けしましょう。NCTU でカンガルー。Take it off, take it off. 난 어울리지 않아 이 수. 손짓만 in full of tips. 시작해 겁 없이, 겁 없이. 이리로 저리로, hurry up. 본능에 맡겨 날. 눈치 안 봐 일단 돌아. I'm a hit type. 내가 선택하는 rule 길이 대주니까. Because of you, because of you. 뒤바뀌는 my view. 완벽한 timeline 그려 highlight you. 눈앞에서 재생될 꿈에. 장면 자유로운 미래 찬란히 빛나 흘러오는 뚝 커져가는 밑바닥 Coming coming 참을 수 없어 지금 NCT127 ユータのユータアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間は僕 NCT127 ユータのワンポイントお知らせコーナーです。10月のテーマはですね、 NCT のサンプリングが光るナンバーです。まずは NCT2023 でゴールデンエイジ、ベートーベンのピアノソナタ8番、久
思想がイントロで聞こえてきますよね。そこからの展開もすごく面白いのでぜひ聴いてみてください。続いて NCT ドリームでジョイ。ジングルベルともろびとこぞり手を合わせてサンプリングしたホリデーシーズンのナンバーになっています。そして最後は NCT U で 90s Love。 曲にも歌詞にも90年代の R&B ヒップホップのテイストがサンプリング風に再構築されています。以上 NCT のサンプリングが光るナンバーでした。僕らのニューアルバムファクトチェックにもサンプリングが光るナンバーがあるので皆さんぜひチェックしてみてください。それでは引き続き NCT127 ユータのユータアトームをお楽しみください。NCT127 ユータのユータアットホーム。 NCT127 ユータのユータアットホーム、今日はですね、先月大阪と、ね、東京で開催しました、NCT 初のね日本でのスタジアム公演の感想がめちゃくちゃたくさん届いていたそうなので、今日はね紹介しようと思います。まずはね、僕の方から直接感謝の気持ちを伝えたいと思います。会場に来てくださった皆さん、そして画面越しでね参加してくれた方も本当にありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。本当に今回ね、ゴールデンエイジというアルバムを引っ提げてですねスタジアムツアーやらせてもらったんですけど、みんなもご存知の通り新しい曲もね多かったと思います。まあその中でも僕らはねザ・バットだったりアーリーウープだったりゴールデンエイジなどね、日本でも初めて披露した曲が多かったので、皆さんどうでしたか。あとはやっぱり127ではねなかなか見ることのできないメンバーにね久々に会ったり、コミュニケーションがすごく充実しながら練習した記憶がね今もねすごく鮮明に蘇りますね。でね、俺ってすげえ晴れ男だとスチーフしてるのね、多分みんなもそう思ってくれてると思うんだけど、でも今回大阪すごかったね。2日目、俺もね1週間前ぐらいからちょくちょくやっぱ晴れ男としてね、やっぱ晴れにさせなきゃいけないっていう、いつしかねこの責任感というかそういうのが芽生えてですね、大阪行く前からね1週間前の天気のチェックとかしたんだけど、すごく雨降ったじゃん。でこれ裏話なんですけどね、実はウェイウェイが終わる前ぐらいにもうちょっと中断しないといけないかもしんないみたいな、でも僕らがねここまでやらせてほしいって押し問答してる時にスタッフさんからね情報が来たんだけど、ずっとね天気雲の様子だけをチェックしてるチームから、そういうチームもあるんだよ。そう、あと数分で雲が抜けますっていうね連絡が届いたんですよ。だから怖い思いしてしまった指示にもねたくさんいたと思うけど、ここはやろうっていうことになりました。そして最終日ね味の素スタジオまでやらせてもらって、まあ直後にね僕が感想、まあ感じたことだったり覚えている景色っていうのをこう今日はね質問感想のメッセージとともに紹介していこうと思います。じゃあまずラジオネーム LL さん、ゆうたくんただいまお帰り、アジスタ2日目、息子と2人で参戦しました、ありがとう、とても楽しかったです。イリチルがキックイットで出てきた瞬間、いい意味での殺気を感じて鳥肌が立ちました。あの圧倒的なカリスマ感半端なかったです。未だに忘れられずロスな毎日を送っています。毎年やってほしいなネーション、季節の変わり目体調に気をつけて活動を頑張ってください。いつも応援していますというねメッセージ LL さんからいただきました、ありがとうございます。こう言ってくれるとねすごく嬉しいです。やっぱね NCT ネーションってお祭りなわけじゃん、みんなにとってもそうだと思うんだけど、でもねやっぱりこう NCT ドリーム、 NCT127、そしてウェイビーが、ね、合わさって NCT っていうチームのね完成体ができるわけなんですけど、まあでもとはいえね僕ら普段はまあドリームはドリーム127は127ウェイ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 でやってるんで、ちょっとねどこかしらこうチームの出番が出るとき、やっぱねお互いこうちょっと感じるのよ、俺らが一番じゃないといけないみたいなね、まあそれあるじゃん、わかるでしょ。そうでこの時も僕らやっぱ127が一番初めてこのチームとしてねできたチームだし、俺らが一番かっこよくなきゃいけないっていうのをみんなでこうステージ裏でねやって、エンジンもしっかり組んでいってた記憶があるから、それをこう感じ取ってくれたっていうのはねすごく嬉しいです、ありがとうございます。ということでじゃあ次行きたいと思います。ラジオネームマナさん、ゆうたさんただいまです、お帰りです。NCT ネーション大阪1日目参戦してきました、ありがとう。暑かったよね1日目はね。
本当に本当に NCT 全員最高でした。ライブ中の記憶に残したい瞬間が次々と襲ってきて、逆にほとんど記憶がありません。あかんやん。記憶ないんやん。でも特に印象的だったのは、ゆうたさんのボーカルです。おー、それ嬉しいね。ザ・パッド、フロム・ホーム、フェレット・イン・マイ・ラスト・ソングなど、ゆうたさんの歌声と情熱最高でした。ありがとう。声の中でいろいろな面を見れて本当に、ゆうたさんを好きになれてよかったなと改めて感じました。いつも元気と幸せをありがとうございますというメッセージ、マナさんから、いただきました。ありがとうございます。そうね。今回ね、ユニットの曲もそうだし、まあ、フロムホームもそうだし、フェレット・イン・マイ・ラスト・ソングとかはさ、ほらやっぱ、ね、ボーカルの要であるテイリオンがね、今回参加できなかったということでね、本人はね、もう直前までやりたいって言ってたんだけど、どうしてもね、難しい状態だったので、テイリオンのね、パートを埋め合ったんですけど、やれるようになと、みんなの前でやるっていうのはすごくこう経験上ね、紙一重なんで、やっぱりね、練習室でできたとしても、レコーディングブースできない場合もあるし、ライブね、なかなかうまく歌えないこともあるんだけど、今回ね、すごくいい機会をいただいて、まあ、ボーカルの面でもすごくこう自信がついたというか、うん。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネーム、ネーションのために腹筋割りましたさん。さすが。初めてメッセージを送ります。NCT ネーションお疲れ様でした。ありがとう。最初から最後まで夢のようなステージで、あっという間の4時間でした。ユニットごとの曲はもちろんですが、メンバーが全員揃うと迫力がさらにすごくて、最後のね、レゾナンスで花火をバックに踊る19人の姿を見たときは、情報量の多さにびっくりして、無我夢中で叫んでしまいました。まさに、ゆうたくんの煽り通り、バカになっていた。バカになった?バカになってくれた?バカになっていた気がします。MC のコーナーで、ゆうたくんが日本語でたくさん思いを伝えてくれたことも嬉しかったです。またステージ上で、ね、輝くゆうたくんのことを見られることを楽しみにしています。ファイティンという温かいメッセージいただきました。そうですね。やっぱちょっとどっかで、NCT のね、唯一の日本人として、やっぱこう、どこか違う、これね、良くも悪くもどっちに働くかは分かんないんだけど、でも、こう、なんて言うんだろうな。他の K-POP では、ちょっと味わえないような親近感みたいなものを抱いてくれたらすごく僕はね、こうやってて嬉しいなと思うし、それをこう、いい方にね、捉えてくれる人たちがいればすごく、やっててよかったなって思うし、だからこれからもね、この煽りっていうか、ちょっとね、どこか親近感のある MC っていうのは続けていこうかなと思うし、そう。うん。よくない?俺はね、すごくこう、やってて気持ちいいし、みんなもね、こう、乗ってくれればすごく嬉しいなと思いますね。はい。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネーム、アップルパイの栗に住みたいさん。ただいま、お帰り、NCT ネーション参戦しました。ありがとう。パワフルな NCT の皆さんのおかげで、夏のストレス全部ぶっ飛びました。ほんま?それは嬉しいよ。味の素スタジアムで2日目のオーラスは UNEXT で見ていたのですが、ジョーンのひき肉です。なぜなぜで吹き出しました。あれはゆうたくんが教えたのですか?あんな大きな舞台で笑いを取っていくジョーンに改めて尊敬の念をいただきました。たくさんの幸せをありがとうございました。また日本で NCT の皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。体に気をつけて、カムバも頑張ってください。ありがとう。頑張ります。いや、俺教えてないよ。てか俺ひき肉ですとか全然知らんかったでしょ、俺。むしろね。むしろひき肉ですってジョーンに言われて、俺、はっつって。で、なぜなぜって言ってきて、まあ、なぜなぜはしてたんだけどね。なぜなぜってなんかちょっと流行ってるね。ショートとか流行ってるんだけど。僕、ひき肉を知らなくて。で、調べたらね、中学生、小学生かなの YouTuber。ね。ひき肉ですってやってるのを、ジョンが TikTok かな YouTube のショートで見て、それがね、なんと、韓国でもなんか流行ってるらしくて。うん。で、ジョンが、これ MC でやっていいって言うから、うん。多分みんな知ってると思うからやっていいよっていう流れで、やってたんですけど、案の定受けてましたね。うん。悔しいぐらいみんな、ね、受けてたよね。うん。俺より受けんなよっていう、大阪人としてね、ちょっと、そういう気持ちを持ちつつ、さすがジョンやなって、思いながら見てましたけどね。うん。そんな感じでしたね。はい。ということでですね、ここで一曲お送りします。NCTU で、ザ・バッド。Exhale.
재빠르게 재빠르게 번쩍난 불길 flash Every sin 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 너나 퍼진 Every whip 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 다 잡혀 빨리 난 이 밤에 칠해 직접 별들을 쏟아 rainfall 하늘이 와 나도 그린 그린 두드리지 내 시공간도 난 매일 Too fast or my bad we get the apex 아니들이 와 NCT 127ユータのユータトーム、お送りしたのは NCT U でザ・バットでした。引き続き、いただいているメッセージを紹介しようと思います。ラジオネームタンクトップラブさん、ありがとう。ユータ君ただいまお帰り、NCT ネーションでトロッコに乗るユータ君を近くで見ることができました。ユータ君に元気をもらっているのでありがとうを伝えたいと思っていましたが、いざ目の前にするとかっこよくて笑顔がキラキラしていて、一瞬でその時間を終わってしまいました。なのでここで言わせてください。ゆたくんいつも元気をありがとうございます。ずっと応援しています。ありがとう。やっぱね、5万5千人、もう6万人近くさ、ありがたいことにこうみんな見に来てくれてるわけじゃん。でそれが素敵なことにさ、全員俺らのこと好きなんだよ。全員俺たちのこと見に来てくれてるんだよ。こんなありがたいことないよね本当に。今回はさ、そのあんまりこうステージ上さ、本ステでさずっといる時間が長かったから、俺トロッコ乗ってる時はもうみんなもうそこにいるみんな全員愛してやろうぐらいの感覚で俺もずっと見てたんだけど、俺やっぱ人間の力ってすごいなと思ったのが、ねマイナスイオン出てたよ本当に。あそこなんか俺もう5歳ぐらい若かったんちゃうかなっていうぐらい、こう見えてへんところからも光が出てた。悟空の元気玉みたいな時、オラに元気を分けてくれっつってフリーザーにバレへんようにね、悟空がこう両手を挙げて、そういう場面があるんですけど、はい、そんな感じで俺の頭の上にもうみんなのね、もう5万5千人の気がブワーって集まって、はい、次の日元気玉出せるんちゃうかなって思いました。はい、ありがとうございます。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネームドラミさん、ゆうたくんただいま。先日の NCT ネーションの公演お疲れ様でした。ありがとう。私は味の素スタジアムの公演に2日間行きましたが、野外のライブならではの雰囲気やパフォーマンスに圧倒されました。特に夕暮れ時のプロモームのパフォーマンスは、綺麗な歌声とオレンジ色の空が相まって思わず泣いてしまいました。公演が終わってから少し経ちますが、いまだにネーションロスから抜け出していませんというメッセージ、本当に楽しかったですというメッセージいただきました。ありがとうございます。トラミさん、もうねそう感じてくれればもう言うことありません。もうみんなが楽しんでくれることが一番だからね。うん、大阪よりさ東京の方がちょっと日沈むの早かったよね。うん、大阪の時はね、フロムホーム歌ってる時はまだ明るかった気がするのね。でも東京の時はね、歌ってる最中からもうねすごいいい感じに日がね暮れてきて、すごくフロムホームと合うね感じになってたよね。だからこれも今回感じたのは、野外のねコンサートってやっぱなんだろう、僕らの照明だけじゃなくてね、こう外のね景色だったり風だったり、もちろん雨もあるんだけどね、それでさいろいろこうステージの表情が変わるじゃん。だからそれもね含めてまたやってる僕らもねすごく新鮮でした。はい、じゃあ次行きたいと思います。ラジオネーム裏言ママさん、先日9月16日に NCT ネーション味の素スタジアムに参戦いたしました。本当に全てが最高で感動の連続、未だに余韻で楽しめています。
ゆうたくんのテイルさんを気遣う言葉にも感動しました。一生懸命拍手しましたよ。 NCT の皆さん暑い中大変だったと思います。ありがとうございました。はい、ほらことママさんありがとうございます。あーテイルさんね、本当にテイヨンがねめちゃくちゃ生き込んでたの、生き込んでたの俺は知ってたから、うん、だからこそ今回はいなかったけど NCT が作り上げてきたステージだぞっていうのをすげえ言いたかったの。もうもちろんいろんなねたくさんの人がいるんだけど、スタッフの皆さん、もうマネージャーのみんな携わってくれたし、いっぱいでここまで来れたんだけど、でも本当に NCT ってまして他のグループに比べてすげえ大変なことすごくたくさんあった本当にっていう中でやってきてここまで来れたっていうプライドがあったから、これは今いないメンバーを含めてここまで来れたのも絶対そうでしょ、そのメンバーなくして語れないでしょ NCT はっていう、俺はそう思ったの。だからバッて言ったんだけど、そうだからそれをね察して拍手してくれたみんな本当にありがとう。多分ねテイルさんにも届いてると思うよ。うん、あの無事にね、あの少しずつですけど回復してるのでね、皆さん心配せずに待っていてあげてください。本当はねまだたくさんあったんだけど、やっぱね喋りすぎました。ということでですね、ラストの曲いきたいと思います。 NCT 2023ゴールデンエイジ。Utah at home.
NCT127 ユータのユータアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間はインター FM だけのスペシャルコンテンツです。番組内で紹介しきれなかったメッセージを紹介します。じゃあラジオネームファミさん、ユータくん、 NCT ネーションお疲れ様でした。ありがとう。実は最終日開演直前に私が座っていたスタンド席に1羽の蝶が舞い込んできました。ユータくん、蝶を飛ばしましたか？わかった、気づいてた。ライブね、始まるの待ちきれなくて俺の気持ちだけ会場に飛んでいったのかもしれないね。ファミさん、メッセージありがとう。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 OD 内にあるメッセージフォームから送ってください。お聞きの放送局はインター FM をセレクトしてください。それでは引き続き NCT127 ユータのユータアトームをお聞きください。NCT127 ユータのユータアットホーム、ユータアットホーム。今週の NCT127 ユータのユータアットホームいかがだったでしょうか。最後にこの方のメッセージを紹介しましょう。ラジオネーム大阪といえばゆうたくんさん、初めてメールを送らせていただきます。ありがとう。先日 NCT ネーションの初日に参加してきました。最初から最後まで目が離せないステージで夢のような気分でした。NCT127 のメンバー全員が一人一人挨拶をして、ゆうたくんのコメントが回ってきた時に指示員のみんながゆうたくんへおかえりって言ったのですが、聞こえましたか？これからも応援しています。聞こえてたよ。こう言ってたし、ただいまって言った時にみんながおかえりって言ってくれたね、感情はね、多分もうずっと忘れないと思う。うん、毎回大阪の時そうなんだけどね、これからも大阪帰った時はみんなおかえりたくさん言ってね。ということで、これから皆さんの声を僕にどんどん届けてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。SNS のハッシュタグは英語でユータットホームです。それではお別れの時間となりました。NCT127 ユータのユータトーム、 DJ は NCT127 のユータでした。次回も僕の部屋に遊びに来てください。みんな、みんなもね、季節変わりだから風邪ひかないように。バイバイ。見つけた